アリシア。幸い急所は外れていたようだが、意識不明の重体か。隊長、行こうぜ。ここに俺たちがいてもアリシアにしてやれることは何もねえ。今は押し寄せてくる帝国軍をなんとか食い止める方が大事だ。ああ、わかった。また来るよ、アリシア。ギュンター少尉、ちょっとよろしいでしょうか。ん？ああ、なんだい。その、できれば二人だけでお話できればと。よし、じゃあ俺は先にタイに戻ってるぜ。すまない、ラルゴ。出撃の準備をしておいてくれ。申し訳ありません。お時間を取らせてしまいまして。ああ、どうしたんだい？実は、メルキヨット軍曹の体内から摘出された銃弾を調べてみたのですが。その、銃弾は帝国のものではなく、ガリア軍の狙撃銃のものだったのです。しかもまだ一般には渡っていない新型狙撃銃の特殊な弾丸で。それじゃあアリシアは味方に狙撃されたというのか。断定はできませんが、その可能性が高いかと。なぜだ、なぜアリシアが味方に撃たれる必要があるんだ。役立たずどもめ、おめおめと帝国軍に遅れを取りよって。お言葉ですが将軍、バルキュリアが相手では戦いになりません。ここは一旦交代し、バルキュリアを撃退する戦術を考えるべきです。黙れ黙れ。交代などしたら中部方面軍司令官であるこのわしの指揮能力が疑われるわ。明日正午、再び総攻撃を帝国軍陣地に加えよう。将軍。くどいぞバーロット、探れ。このままではガリア軍は全滅してしまう。どうしたら、どうしたらいいの。
カな！貴様もバルキュリアだというのか。バルキュリアは二人といらぬ。消えろ！では現在の状況を説明する。これより作戦を開始する。心してかかるように。敵本拠点を占拠することに集中するんだ。第七小隊、出撃する。隊長、アリシア、一体どうしまったんだ。わからない。だが、あの青い炎は…まさか、アリシアもバルキュリアだってのか。どうやら、無意識なまま行動しているようだ。迂闊に近づくと、攻撃されるかもしれない。心配だが、しばらく様子を見よう。その間に、作戦通り敵陣に攻撃をかける。
する。任しときね。お前らしっかりしねえか。相手の隙をつけばうまくいくはずです。警備。
アリシア！エゼヘ！エゼヘ！どうかしましたか？アリシアが気を失ったようだ。後方の野市まで搬送してくれないか。はい。なんだ。戦場の北と南から大型戦車が接近中。ギュータス、気をつけろ。敵の挟み撃ちだ。拠点をおとりに僕たちを誘い込んだということか。どうやら敵戦車は燃焼弾を発射できるようだ。燃焼弾は着弾後広範囲に強力な炎を撒き散らす。炎は塹壕に隠れていても流れ込んでくる上にしばらく消えずに残るから注意しろ。みんな作戦変更だ。拠点を維持しつつ敵の大型戦車2台を撃破する。大丈夫か？発見した！敵の抵抗が弱まっています。敵発見！敵の抵抗が弱まっている。戦車1台を撃破。みんな頑張れ、あと一息だ。目標を失いました。
損傷警備。敵戦車の燃焼弾に注意しろ。塹壕に逃げても炎が流れ込んでくるぞ。出撃する。ざまみろ。なんて腕前だ。覚悟しな。当たれ。ざまみろ。なんて腕前だ。任しときな。
忙しいね。Thank you.
少し頑張って、今行くからね。どうしましょう。任しときな。
一段勝ダメージ勝した。あんた、死なせるんじゃないよ。お前
内から離れるな。作戦終了。敵戦車を両機とも撃破したぞ。ガリア戦線の数勢を決する一大決戦、ナジアルの海戦はガリア軍の勝利に終わった。バルキュリア同士の戦いが行われた点からも、現代戦士において特筆すべき戦いだったといえる。以降、帝国軍は撤退を重ね、ガリア軍の優勢は動かぬものとなっていった。アリシア、大丈夫か？ウェルキン、私、どうしたの？銃で撃たれたはずなのに、傷もいつの間にか治ってしまってるし、それになんだか周りの人の態度が
いつもと違うの。メルキン、私に何があったの？教えて。ハリシア。断章、決別。